第16回ヤングカップ決勝、大野選手と西選手の戦いの模様をお送りします。会場は幸町のビリヤードヤングです。選手の紹介です。大野選手、所属は5チャンネル岡山 B クラスの選手です。対するのは西選手、マジェスティック福岡の選手です。クラスは B です。ルールの説明です。競技種目は9ボール、手玉をついて1番から9番までのボールを順番にポケットに入れて、最終的に9番ボールを落とした選手が1セット獲得となります。実況解説は私、後藤義明と大竹英樹さんです。大竹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ヤングカップ、決勝第1ゲームが始まりました。大野選手と西選手ということで、大野選手は前回準決勝で、勝ち上がった、様子を、ご覧になっていただいております。対するこの西選手ですが、西選手どういう選手なんですかね。その今回初めて、はい、ヤングカップに参加された方でですね、僕もその、はい、情報がちょっとなかったんですけども、はい、福岡からわざわざ、来ていただきまして。福岡からってすごいですね。公式戦にもよく出られてる選手のようなので、やはり決勝まで上がってくるだけあって、シュート力、ネキスト力は安定したものがありますね。経験も十分な選手ということですね。前回ご覧になられてない方もいらっしゃると思うんで、この大野選手ですよね、はい、これ大野選手っていうのはどういう、もうとにかく大きい、この選手ですね、はい、僕と同じ巨人族ですね。僕も182ありますから、190ぐらいあるんじゃないですかね。大野選手は200ぐらいあるんじゃないですかね200ぐらい、もう岡山の壁と、そうですね、言われた選手ですよね、はい、はいこの2人も、大野選手も実直にね、ゲームを組み立てていくというか、本当に安定したショット、そうですね、シュート力も安定してますし、見せました、はい、この西選手との決勝という形で、岡山対福岡という形になりましたね。島根県は全く関係ないですね関係ないですけど、ここ島根県でね、そういう戦いが起こってるというのがね、中国地方と、九州の戦いということですからね。そうですね。さあ、第2ゲームです。第1ゲームを先取したのは大野選手でした。1ゲーム目取った、取られた、双方いろいろあると思うんですけど、大野選手としては、ほっとしたい。そうですね。はい。このビリヤードの大会っていうのはね、そのやっぱ距離っていうのはすごくプレッシャーになるわけですよ。遠くから参加するってことはそれだけ負けられないですからね。はい。それはね、ちょっとね、釧路に住む、三浦先生がですね、来て負けるのと、わけが違うんですよ。福岡からわざわざ来られて、予選で負けて帰るとか、いうわけやっぱりいかないんですね。だから距離っていうのは結構ね、プレッシャーに変わってくるんですよね。勝った道中はね、帰りの道も楽しいでしょうしね。そうですよ。負けてしまうとね、ずっと振り返ってね、しまうと思うんですけれども、僕はね、アマチュアの時にですね、わざわざ夜行バスで、当時大阪行きの、夜行バスがマスターありましたから、尼崎まで、わざわざ、朝一試合に行って、すごいですね。シングルなんですね。もう要は1回負けたら終わりっていうトーナメントで、全国大会がありまして、夜バス乗って朝着きました。朝第一試合でした、終わりました、負けました、終了ですよまだ午前10時ぐらいですよ、帰り夜行バスですか。帰り夜行バスですよ。夜行バスですよ。
だいぶ時間がありますね。もう僕ね一人でね USJ 行きましたからねめっちゃ楽しかったですよ、ね、楽しかった、はい、まあねもう気分を変えてね、そう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 、はい、楽しむというね、それがまあビリヤードなんですよね。うん、やっぱり距離っていうのはね、かける思いがきますね。やってくるということで、この岡山対、大野選手、岡山、西選手、福岡というそういった戦いなんですが、とこれは外れて大野選手の順番が回ります。結構イージー飛ばしましたね。はい、大野選手はこれサンダルなんですよね。サンダルですね。はい、うん、まあ、サンダルの方がこう力が抜けていいという選手も開放感が ね、はいはい、まあ、そのヤングカップの試合要項というのがね、服装は自由と、はい、いう形になってますので何でも OK です。はい、あるんですよね、その清掃で。あります。大竹さん怒られたこととかあるんですか。あります。一心不上に怒られましたよどういうことですか。あのその試合は、はい、まあ、オープン戦だったんですね、はい、うん、まあ、で、その服装が蝶ネクタイが必要だ。あ、はいはいはい、うん、まあ、それが本当かどうかを一応事前に前日確認で連絡させてもらったんですね。あ、確認したんですね。そうです、運営の方にですね、明日は蝶ネクタイいりますか、いりませんと、はいはい、あの襟がついていればポロシャツでも OK ですと、でポロシャツで行きました、はい、で試合しました。で何回か勝ち上がっていく上中で当たったのが当時プロのね、はい、一寸不動っていう、はい、ラスンゴレライ、あ、ラスン一寸不動選手に当たったわけですよ、はい、で一寸不動選手、まあ、当時はね、ちょっとこう怖い感じの雰囲気の選手だったんですけど、はいはい、まあ、試合始まるバンキングの時にいきなり僕の方に来て、はい、自分それ玉突く格好ちゃうやろ怖っ、何この人ってバンキングで、バンキングでいきなり、あ、すごいですね、ストレート、もうジャブどころかストレートが入ってきたわけですね。いやいやいや、一応これあの一応蝶ネクタイはいらないって聞いてるんですよ、はい、って言っても、はい、ちょ、運営に確認してきて、はいはい、怖っどうだったんですか。結局運営も、はい、うん、いや、うん、まあ、イッスンさんが言うなら仕方がないですねみたいになっちゃってポロシャツの上から蝶ネクタイつけさせられて変な感じみたいな でもこいつ絶対ビリヤードでぶっ殺してやろうと思って、はい、挑んだんですけど、当時は今と違ってめちゃくちゃうまいんですよ、はいはい、もう全然歯が立たない。よくね、その話が上がりますね、うん、歯が立たない、もう全然レベルが違うんで、はいはい、完敗したっていう、はい、まあ、当時のね、その恨みがあるからこそ今実況でわやくそに言うんですけどね、はいはいはい、もう呼び捨てですからね、一心不二雄って僕呼び捨てしますからねそうですね、たまに不二雄ね、下の名前でねなんか兄弟か家族か何かのようなね、まあ、そういうね、話がありましたということですね、はいはい、まあ、大野選手がこれ2セット選手しましたからね、4セット選手で勝利と優勝ですねいうことになりますね、はいはい、のうち大野選手がもう2セット取っちゃってるわけですから相当有利ですね、はい、さあこれ3番がちょっと邪魔ですがうまく2番を入れてこのポジションですね。本当大野選手でっかいですね。大きいですね、うん、もう画面に収まってないですよね。もうこの段階では収まる人あまりいないですけどね、はい、うまい、はい、これもきっちりと決めて、あ、猫町が隠れました、はい、テーブル上も4つですね。これ取り切ってしまうんですかどうでしょう。うわー、これも入れてきます。バンクも冴えてますね。正確ですね。
サイドバンクよりもコーナーバンクの方が難しいと、うん、まあ、角度によってはやらしいと思いますね、しかし、どちらも決めてきました。そして8番、9番軽く押してショークッションに跳ね返ってこのポジション問題ないですね。問題ないですね、うん、これはサイドに狙います。さあこれで3セット先週大野選手的にはもらったと思ってるでしょうね。はい、うん、もうリーチですからね、うん、はい、3-0 のアドバンテージは大きいですね。大きいですね。4セット選手で3先ですからね、これ西選手の心境を考えると先ほどの話じゃないですけど福岡にね、そうですね、まだちょっと帰らなければいけないわけですから、まあ、止まるかもしれませんけど、そうですね、まあ、また西選手が体が小さいですからね、はいはい、ちょっとその大野さんのサイズに、うん、びっくりした、びっくりしてるのかもしれないですびっくりしてるこの3ゲーム、うん、そうですね、だから4ゲーム目ぐらいからはちょっと慣れてくるんじゃないですか、まあ、やっぱり最初はその体重差とかもありますからね、はい、ちょっとウェイトの差がね、うん、これまずいぞと思ったかもしれないですけど、はい、これ3番角度が厳しいですが入れて、あっと隠れるか、隠れましたね、隠れ、ちょっと見えてますね、見えてはいますが、これ9番裏にセーフティーで手玉を隠すんじゃないですかね、それともバンクがあるのかな、はい、バンクを狙うか、バンク狙ってそうですね、うわすごいですね、あれが入ると、まあ、自信もあるんでしょう、出なければ狙えないですよね、フルセットの局面でよくできるなと思いますけどね、はい、はい、そしてもう腹くくったのかな、まあこれで一気にほんと優位になりました。6番入れて8番9番と、おっと近いか、うん、でも問題はなさそうですね、9番にもかかってないようです。こういう時にね、やっぱレストを使わないといけないですからね、はい、まあ、レストで言えばね、あーレストがねやっぱり難しいですね、感覚が違いますから、手玉と的玉も近かったですからね、けどこれは穴前ですからね、結構難しいですね、はい、うん、これでこの表情ですね、うん、まあでも3ゲーム取ってるしっていう顔も、ね、うん、そうですね、表情がね、はい、そうですね、やっぱりまだまだまだ余裕がありますね、うん、押して1-2-3回クッションに当ててここに持ってきました。緊張しますね、外せないですもんね、外したら負けですもんね、もうちょっとしたミスが命取りと、はい、なりますから、割といやらしいですよ、はい、あー素晴らしい、さあ入れてここで1セット取りました。さあ西選手のブレイク、ここからですね、ここからなんとか組み立てて、そうですね、大野選手を追い込んでいくと、うん、これはセーフティーですね、はい、もう西選手にとっては相手に本当に甘い球は残したくないですよね、そうですね、リプレイです、これうまいですね、あー当てて7番に、まあワンクッションで、うん、当てましたね、ワンクッションに今、はい、大野選手が当てましたね、いくらボールを隠してもクッションに入らなければそれはファール、そうですね、そのあたりも考えて力加減を決めていきます。攻めますね、
これもちょっと薄いですけど攻めるでしょうね。はい、うおっと残ったが隠れましたね。これがビリヤードですね。これがビリヤードですね。これがビリヤードですよね。もうこれだけで僕勝つ時ありますからね。あーっとスクラッチ難しいですね。バンクでね、角度でいくと難しいですよね。左をひねってワン、はい、ツークッションで5番に出していきますね。おちょっと引っ張りすぎちゃった。まあラッキーですね、はい、ちょっと流れが西選手の方に傾いてますね、はい、ちょっとね。そうですね、こうやってこうね見ると分かりますよね、そういうね、はい、流れが傾いてるなって感じです。この出しにしても今失敗してますからね。失敗したけど狙えると、狙える配置になったといくと、これ取ったらね 3-2 ですからね。はい、大野選手にもプレッシャーが与えられる、ね、同点左下でワンクッションでチョークッションに1回当てるんじゃないですかね、はい、チョークッションに当てるが弱いからまっすぐなっちゃいましたね、うん、はい、8番、うん、いやらしいですね。うん、ちょっとだけ引きたいところですね。うまい、あーうまいですね。これ力加減も難しかったんじゃないですかね。これプレッシャーかかりますよ。同点上しかつけないですからね。このクッションからのショット、しかし決めなければいけません。いい表情してますよ、はい、かっこいいですね。獲物を狙う、うん、ヒョウのようなね、うん、あー、うん、ナイスショット。これ乗ってきましたね、乗ってきましたね、はい。ボクサーみたいですね、なんかね。ボクサー、博多が生んだボクサーですね。はい、何対？何対？ナンバーしとっと、ね。そんだけの言葉遣いじゃなかったですけどね、西さん。そうですか。うん。はい。まあ、九州といえばね、うん、今伊田天。おお。伊田天の金栗さんは熊本出身ということでね、ほうほうほう、福岡ではないんですけれども、私も大河ドラマ見てますが。うん、ちょっと違ったね。ああそうですね、あれは雰囲気になってますが、大河の時期になるとね、その、この後藤義明がですね、はい、感化されてですね、はい、もうその話し方がその大河の主人公の話し方で話しかけてくるんですよ。前回何でしたっけ、セコドン、ね、セコドンの時もうヤングに来るといつも何て言ってましたっけ、この野戦母がもう本当薩摩は早く早とたいもうセゴドンは随分見てね、うん、最終回 見損ねたね。あ、好きですよねあなた、伊田天は最終回もちゃんと見ようかなと思ってますからね、はい、いい表情ですね、まあ、これもねビリヤードも言ってみればスポーツ競技になってますから、うん、言ってみなくてもスポーツなんですよこれはいやまあまあ言ってみなくてもスポーツなんですよこれは、うん、スポーツですからね、うん、ぜひオリンピック競技にね、うん、なってね、いいと思いますよ、もらえたら嬉しいなと思って、うん、カーリングの要素もあるわけじゃないですか、うん、ね、裏に隠したりね、うん、面白いと思いますよ。 YouTube なんかでもねいろんな試合見れますからね。見れますね、ブスタマンとか、はいはいはい、あとはあとはねカールカールカール日本のプロとか誰かご存知なんですか。知ってますよ。例えばあのキングコングのね あれに似てる、はい、土方隼人土方先生、あ、はい、先生って呼んでます、ね、全然似てるとは思わないですけど、はいはい、まあけど似てるって言われてました ね昔は、はい、あとね検定試験をね本を出したりとかね進めてる方もいらっしゃるじゃないですか。名前は土井さんね。土井さん、はい、はいはいはい、有田ですね。有田、はいはい、有田先生ね有田選手ね。でまだまだその辺ちょっと勉強してもらわないとほらこれフルセットになりますよ。
おっと、どうでしょうか。あー、薄すぎましたね。あー、ツーコン。ツーコン。だが。ですが、おー、あー、どうですか、これは。でも、十分ある。狙いたくないですね、うん。コーナー、左上のコーナーには狙いたくないですね。セーフティーすると思いますよ、いくらなんでも。嘘でしょ。あ、行きましたね、バンクで逆側に。もうこれはまずいですね、いくらなんでもセーフティーですね、ま、これが大野選手のこの、アンドセーフティーも何もかかってないから、外した時甘くなっちゃいますよね、ま、西選手がこのようにとってしまった。あ、表情がちょっと違いますね、ちょっと曇ってきましたね、今のはバンクに行ってもいいんですけど、やっぱアンドセーフティーで手玉の位置をタンクッションにくっつけるようにするとか、いろいろ考えとかないと、これは分からなくなりましたね、分からなくなりましたね。そしてスクラッチ、西選手なんとかこれ並んで3対3とヒルヒル同点に追いつきます。これ痺れますね、痺れますね。まあ精神的にはね、大野選手さっきのね引きずらないでいつもの冷静沈着に進めてもらいたいですが、うです、ね、どうしました、コンピューターが少し多分さっきのね第6ゲームの最後でセーフティーしてたら、勝ってたんじゃないですかね。さあ2番が非常に難しい位置にあります。あ、もうこれ痛恨ですね、スクラッチですね、はい、あの 3-0 で迎えた手玉フリーと、3-0 から3-3に追いつかれてもらってる手玉フリーだと、やっぱ違いますよね、はい、違う、違いますよ、ちょっと重苦しい雰囲気になっちゃいますよね。ありますね。まあその大野選手も先ほどの場面セーフティーに行っとけばよかったというような思いもあるかもしれません。いや、試合中はないと思いますよ、もう切り替えて、うん、もうここに集中してると、そうですね、いうことでしょうか。あとあと振り返れば間違いなくあそこだったんじゃないかなって思うんじゃないですかね、もしこれ破れるようなことがあれば。はい、ここで集中していきたいこの大野選手ですが、3番、素晴らしいですね、4番入れて、あと4球にこのポジション、5789ですね、はい、同点、やや右上でひねって出すのかな、ひねってワンツークッションで出しましたね。7番、ヘッドアップ早かったですね、ちょっと頭が上がるのが早かった、さあチャンスになったのは西選手ですが、この5番を入れていきたい、なんとしてもサイドまで出しに行くんじゃないですか、はい、いいですね、来ましたね、はい、いいですよ、いいですね、これでサイド狙って入れるだけですね、で、はい、ワンクッションで出しに行くと、あ、ひねるつもりですね、わかります、一番下のタンクッションに手玉を一回当てるんですけども、はい、やや右をひねっといて左側のチョークッションにその後入れたいんじゃないですかね、けどやめたな、これは多分まっすぐですね、まっすぐ胴体まっすぐですね、上をついてますから、まっすぐついてまっすぐ出す、はい、一回クッションに入れて、そうですね、戻したいと、まっすぐ、あ、ひねってますね、うん、お互いこのひねって外すということが続きました。しかしこれは隠れましたか、厳しいですね、厳しいですね、はい、もう追い詰められてるのは逆に大野さんですからね、まあ
こう見てみると西選手の方に月があるように思います ね、 そうですね、この前回もありましたが、でも西選手もこ の、 ラ、ねラマスのゲームではスクラッチしてますからね、本当に分かんないもんですね。さあここはどういう選択になるでしょうか。ジャンプで当てて7番を左下のコーナーバンクに狙いつつ、はい、手玉は上のタンクッションの方に持っていって、ましたね。あららら、なんという悲劇ですかね。これはもう7番はそのまんまで、テーブル上は8番9番となったところで手玉フリーという、これ西選手あらなんということでしょうね。なんということでしょう。これがゲームボールですね。いやいやいや、だこういう展開あるんですね。こういうこともあるんですね。はい、あら優勝です。さあ西選手が3対4ですね、ヤングカップ素晴らしいですね、優勝を決めました、はい、おめでとうございます。さあこの B 級同士の戦いいかがでしたか。いやなんか勝負って本当わからないですね、はい、まあ、力量だけでは測れない何かこう神様がね、そうですね、なんか球を転がして遊んでるところもあったんですかね。なんていうかその後藤さんのパチンコとは違って本当にやってみないとわからないというか、やってみなくてもわかります、ね、そうそう後藤さんはねもう やる前からわかりますからね、いやこういうね、いやけど 3-0 からまくられたのはきつかったです ね、 ですね。まあそこの振り返ってみると間違いなくあそこのセーフティーしてほしかったですね、まあその後はもうどちらが勝ってもおかしくないような、そう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 、シュート力はねお互いあるし、展開で、まあ、この辺りからのひねりの出しがね、そうですね、お互いにちょっと決まりませんでしたが、はい、勝利の女神は西選手に微笑みました。素晴らしい、小田さんありがとうございました。いえいえ。さあここでビリヤードヤングからお知らせです。ビリヤードヤングはお昼14時2時から深夜2時まで年中無休だそうです。お正月もやってたということで、卓球ダーツともにあります。お問い合わせは0856-223068 までお願いします。いや大竹さん、はい、オリンピックっていう話でね、イダテンですよ。またイダテンですか。はい、はい、やっぱり気になるのはイダテンだなと。あーなるほど。大河ドラマで気になるところで言えば、はい、まあどうでもいいと思うんですけれども、はい、視聴率ですよね。なるほど。視聴率が今後どういう風になってくるのかなんて言われてますけれどもね、このビリヤードレッツエンジョイビリヤードの視聴率ってね、はい、出してみたいですね。出してもらいたいところですよ本当。問い合わせとかも来るんですか。いつも応援してますとか、出ますとか。お問い合わせというよりもね、取材でやっぱ聞きますね。うんと、はい、うんと、ビリヤードで喋ってる人だ。じゃあ結構割と見てる人多いのかもしれないですね。見てる人は多いですよね。まあ、その会あってね、ビリヤードヤングもね、毎日繁盛してない。辛いですからね、そろそろ。いや大丈夫ですよ、はい、楽しんで見ていただければと思います。もう4年目を迎えますからね。はい、長寿番組、はい、5年目の時は何かしましょうかね。そうですね、はいはい、パレードですかね。パレードしましょう。ご飯食べ行きましょう。はい、昼ご飯食べ行きましょう。何食べますか。台湾ラーメン。はいはい。